うーんこれ多分ね。この人の匂いが <laughs> き,きついので、この人ちょっと困ってるっていう感じかな。<laughs> I think this guy is embarrassed because this guy's smell is so bad え。えっと、ちょっと待ってね。下が逆になっちゃったかな。<laughs> じチ一番上に行きますね。これなんだろうなんか変だな。あ大丈夫だ。だ <laughs> あ一番だいぶあるでしょ、今日は。っ、えー。ここから行あ このバレーボールは公式の黄色とこの紺の色のバレーボールかな ?This is an official valuable with the colors of yellow and navy. じゃあ、日本語から読んでいきましょうね。1,2,3観光客の数 The number of tourists その数は増えています。The number is growing 日本を訪れる観光客 彼らはなぜ幸せなのですか ?Why are they happy? 喜んで感じる。うん、ちょっと待って。えー、っとね、feel glad は feel happy と同じで楽しく感じる、嬉しく感じるだから。そうだな、うん、これ、幸福を感じるにしましょうか。幸福嬉しさを感じるにしましょうか。ね。 うれしさを感じる。Feel glad.Glad g glad. l glad a d happy と同じ意味ね。何をするかわからない。Don't know what to do. 地震の際。In an earthquake この際は in を使いますね。彼らにとって for them 彼らのためにって意味もあるよね、これね。もちろんとってでもいいんですよ、これ。ためにって意味もありますよ。 彼らのために、おかしい彼らのためにこれでもいいんだよね。これで言いましょうか。彼らのために、for them。その町は訓練を行いました。The city had a drill. 私たちが作成した避難マップ。Evacuation map。これ、ああ、いるようかな。ね。これ、いいわ、ちょっと小文字に言いましょうね。 An evacuation map made by us. 私たち全員、We all 準備ができているべきです。Should be ready. 用意ができているべきです。Should be prepared。これどっちでもいいね。同じみです。準備も用意もおなじみだからね。私たちはタワーを建てました。We built a tower.Beach area の近く .Near the beach area. 一緒に住むなら、if you live together. 小さな避難所で、in a small shelter. 大きな災害の後、after a big disaster. どのように学びましたかうんと、えっとね、これはね。うんとね。どのようにするか、学んだ。の方がいいね。 ということで、やり方を学んだりしましょうか。で、学びました。ない,いでしょうね。やり方を学びました。Learned how to。あ、すみません。これ、t o i t t の忘れた。<laughs> えっと、t w これ、How to でもいいし、そうだ、例えば、How I should。 だったら私がすべき方法私がすべきやり方を学んだって意味になるから to じゃなくても別にいいんだけどねうんまあ一応 to にしておきましょうもう一回行きましょうやり方を学びました Learned how to 私たちは自分自身を守ることはできません We cannot protect ourselves 単純な図 Simple pictures 多くの人々を助けるからです because it helps a lot of people 私の部屋をきれいに保ちたい君保ちたい保ちたいだね保つだねこれね私の部屋をきれいに保つ keep my room clean 試してみたいと思っています want to try to 赤ちゃんを連れた親 Parents with babies with 私はあなたが何を必要としているか知っています。I know what you need. 彼らは何を学んだのか ?What did they learn? 外国の住民。Foreign residents それは何を使うのですか ?What does it use? どのように助けることができますか ?How can you help? お互いに助け合う。help each other. 学びたい。want to study. 簡単な英語で説明しようと努力する。try to explain instructions given in easy English. うん簡単な英語で説明しようと努力する。えっ、ー、とね、これ違ってます。ちょっと直すか。ちょっと時間かかるか。ちょっと止めます。 えっとね。の。簡単な英語の説明をしようと努力する。簡単でした。これを直せばいいんだわ。ちょっと間違ってたんだね、これね。AI 君がね。じゃあね、じゃもう一回いきましょう。せーの。簡単な英語の説明をしようと努力する。ちょっと待って。やっぱり違う <laughs>。ごめんね。 こうでした、こうでした。だいぶ時間になったね。もう一回いきます。簡単な英語で与えられた指示の説明をしようと努力する。Try to explain instructions given in easy English. 外国の人々に提供されました。It was given to foreign people. 彼らが何を必要とするか尋ねてみてください。Ask them what they need. 高齢の住民、elderly residents。あ、さっきのこれね、これ覚えてるこの人が困ってるの。こっちの人の匂いがひどいから。Uh, he is embarrassed because He He embarrassed trouble trouble is is in, in trouble、ね he、is in、trouble. He is embarrassed because this guy smells bad.